練習終わった感じするじゃない。ところがあったかくない。あったかい。すごくあったかい。ストーブみたい。カーボンになってるね。水が見えるでしょ。あ、ここ真ん中ちょうど。これ豚ガスが燃えて CO2 と水ができるわけよ。でそれが水になってコロコロ転がってる。そうそうそう、すげえ、うん、じゃ仕込んでもらおう。こんなに使うんですか。最後のシーンだけ、はい、ちょっとやりすぎたかなっていう。多めにしてあげる。仕込んで中に仕込んでくれる。そうそうそう、落ち着いてそのあれをゆっくりゆっくり。まだかな、まだかな。そう、よし、いいよ。そうそう、うわ、すごい、すごい光ってる。うわ、今燃えるでしょ。今燃えてますでしょ。この後のこの色を見て、赤でオレンジというか赤やりの、だんだん赤みを帯びて、あ、すげえ、これ綺麗。今これさ、ちょっと手をこうかざしてごらん。これでほら、練習終わった感じするじゃない。ところがあったかくない。あったかい。すごくあったかい。ストーブみたいに。そう、これがいわゆるドライアイスの灯火っていう。へえ、あったかいでしょ。めちゃめちゃ赤外線がほら、お、すごいあったかい。すごいストーブみたいな、本当に、うん、なんかドライアイスなんだけど冷たいと思い、オレンジ色のがなかなかね、幻想的だよね。綺麗、ね、でこれだって燃え続けてるわけだよね。今もこれ燃えてるってことですか。氷なのにあったかい。氷じゃないよ。氷じゃない。でもほら冷たいってイメージがあるけど、実際は今あったかいですか。すごい、ずっと思ってる。テルミット方式で行った方がいい。立てて、そう、ね、まだまだまだあったかい。まだ、ああ、熱ね。中心がだいぶ、うん、あったけ。結構長いんですね。すごいよね、なんか化学反応のダイナミズムっていうか、すごいです、うん、あ、なんか暗くなってきた、うん、おー、すごい綺麗だった。ちょっと電気つけてみるね。じゃその蓋をゆっくり上げてみて、はい、でも黒くなってないかな。そうそう、黒い層になるだろう。これは、まあ、CO2、二酸化炭素由来の、あの炭素だっていうことだね。うん、はっきりと、うん、こうカーボンになってるね。もうしっかりと見えます ね炭素、はい、すごいな。はっきりと、うん、こうカーボンになってるね。もうしっかりと見えます ね炭素、はい、すごいな。